化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待って、あ、そうだ、アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。なんだろう、ちょっと行ってみる。よせ、待て。おとなしくしろ。話しやがれ。知らないでくら。黙れ血ネズミ。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだやつがいさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マーコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやついつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。でも今日は世話になったからな、礼だ。ありがとう。行こう。あいつすぐふざけるから。軍相手によくふざける。クラウドついてきて。そんなに引っ張るなって。暴力反対。クラウド、あそこに隠れよ。市民に何する？火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。神羅の倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのボルデンが。ID はきっかけだ。お前の ID で神羅の施設に入れるわけないだろう。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか？ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。それは、どういうつもりだ？もうやるしかないよね。じゃあ、覚悟はいいか？当てる。仕上げだ。追い打ちだ。備えて。攻めるぞ。あ、なんだ、終わったのか。おい、誰かいるのか。ジョニーをどこかに運ぶ。分かった。どうしよう。口を封じる。おいおい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか？遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな？自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？みんなおかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。良品の品ミックスの旅行生物はならない。相手には入れてしないよ。 羽トカゲ片付けてくれたってありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことでシチュー前に行ってみな。やばいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ、 まず己を知り、その道を極めよう。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。オールスターの館で。 ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。 本当は列車墓場にちゃんとパーツを探しに来てんだかな。列車墓場から仕事か。片付ける。 調子に乗る。 頑張るね。そこ、どなた。次に備えろ。うん、分かってる。進むぞ。相手は雑魚だ。決めちゃおう。確実に。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。やるやる。隙をつこわりだ。まあやけだ。いい汗かいた。ダメか。鍵がかかっている。調子に乗る。終わりだ。終わりだ。じゃあ私に任せて。終わり。次に備えろ。うん、分かってる。邪魔だ。この調子でいくぞ。次を勝とう。見つかった？ああ。真剣勝負だよ。そこ！どうってことない。おかえりなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でもや。今何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。やばいやつを退治したんでしょ。星の文字八番街。どんな？書いてんだけど今日は臨時八番街と八番街。G1 じゃん。今日も店開ける？今夜はセブンセヘブン営業するよ。蹴散らすぞ。邪魔はさせない。仕掛けだ。備えだ。畳んでこい。このわいくよ。や当てる。いくよ。畳みかける。おさえ逃さない。勝負あり。じゃあね。さあ行くよ。当てる。もうやっ行くよ。わっそこやっ逃がさない。行くよ。そこやり。まだもバレない。投げた。攻めてこう。ただじゃ済まないから。そこだ。止めた。行くよ。それ。や。はっ。そこ。畳みかける。当てる。この。はっ。この調子で行くぞ。次も勝とう。仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。バケネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ二人さん。バケネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。バケネズミどもを一掃した凄腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すればどう思う？いけそうだろう。どうだろう何でもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんたとなんて選び放題だ。好きにしろ。いいねいいぞ。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。何でも屋の活躍で生まれ変わった相手にちょっと覗いていってみない？商売人として一皮むけた相手手元をしっとりじゃいけ！俺あいつがバゲネズミよ。うんと何があったんだ？そのバイクは今晩あいつがバゲネ大変だ。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。もっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド、知ってるよな。進路の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだ。危ないわけだった。これで少し安全になるか。さあ行くよ。そこ当てる。崩れる。そこ沈め。行くよ。まだまだ当てる。そこそれ当てる。蹴散らす。チャンスだよ。そこ。仕上げだ。熱いの行くよ。崩れた。そこ。そこ。このここで決めよう。それ。まだ。行くよ。沈め。この。そこ！や！そこだ！追いかけるぞ。な時こそ集中。しまった。よーし、やっちゃおう。負けてはいない。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ？そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ？もしかしたら7番アイスラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがないちょっとカマをかけてみた申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああ、そうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるの？ティファのおかげだ素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか？うん、でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。手こそぎ頼むぜ。本当、クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。自警団は強くなったな。あの化けネズミよね。ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はーい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっつらだけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。あいつらとは違うんだろう。粋な。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には、状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただのごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？格闘家っぽいの？普段と変わらない気がするけど。私と釣り合う服を選んでね。分かった。楽しい計画って。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。いってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。商売人として一皮むけたアイテム宿、絶好調みたいだな。定番からレアまでじっくり見てってくれ。強くなりたいわ。チョコさあ着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ。私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。ほんとごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びにどうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？魔航路の爆発は市民の敵アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え次も一緒なんでしょ。報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。変わった女だったな。黄色い花か。おとなしく待つか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？今行く。本当ごめん。